皆さんこんにちは、メアリーです。よろしくよろしくよろしくお願いします。本日はジャガイモの皮を簡単に剥く、ペペペーン、用意するものはこちらです。といったわけで、じゃがいも4つとりあえず用意しました。で、本日使うのは熱湯のお湯と冷たいお水も使わせていただきます。ということで、お湯を沸かしましょう。はい、お湯沸かします。お湯が沸きました。芋を入れます。これで茹で上がるまで少々お待ちくださいませ。茹で上がったすら、じゃがいもが茹で上がりました。湯気が出てます。ふわ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 。そしたらですね、これで今水です、氷水の中に茹で上がったじゃがいもをこれ入れます。やけどには気をつけてください。入れたらムキムキしていきましょう。え、熱い。茹でたばっかりから氷水に入れることによってじゃがいもの皮がすぐむけるらしいです。例えばこれとかなんかこういじってたら剥けるらしいんだけども。あ、綺麗に剥ける。ほら、簡単、スルスル剥ける。ほら、綺麗。メアリー興奮中。ほら、綺麗。ほら、綺麗に剥けるわ。もっと近くでやりましょうか。じゃあ、こういきますよ。こうなんかちょっとこう、なんとなくこうピューっていじって、わーっていじ、ほらほら、綺麗に剥けちゃう。こんな簡単に。ちょっと熱い。ちょっと熱いけど、いきますよ。うわ、綺麗に剥ける。ほら、うわ、うわ、食べちゃう。うまい。4つ目。ほら、綺麗に剥けるんですわ。じゃじゃーん。さあ、いかがだったでしょうか。皆さん、茹でた後すぐ冷水につけることによってじゃがいもが綺麗に剥けちゃうんですね。で、今ね、料理の特訓中だなんていう20歳そこそこの女の子たち、ぜひ試してみてください。彼氏にモテモテだぞ。それではまた次回、チャンネル登録お願いします。メアリーでした。ふぅー。巨大ピクニックドイツ界カワーバーガーに行って、そしてラーメンです。じゃがいも。